はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF10 のね、第8回ハイスコアチャレンジ、名爆ブラスカの究極召喚の、ランキングなんですけど、一応ね、やっぱ皆さん視聴者の方からね、ランキングやれという声が強かったので、2日ぐらいかな、ちょろっとやったんですよ。で、そしたら32位でした。結果。これね、まあ本当に、本気でやるんだったら、2週間ガチでずっと、タイム詰めないと無理な感じだね。それそうなんだけどさ、やっぱ、そのトップ10とかのね、人とか見てると、本当に寝る間も惜しんでやってるので、寝る間も惜しんでね、ワンフレームの 0.05 秒を詰めてるので、ゆるい気持ちじゃ無理なんだなって思いましたね。とてもじゃないけどね。ただ、必殺技があるからどうとかっていう次元じゃないんですよね、もはや。で、はい。この動画は一応、ま、今回のこの32位に入った時の25秒の動画はね、撮れてなかったんだけど、この、その前にやった27秒台のやつを撮っておいたので、それを一応、アップしておこうかなと。これでライムハイスコアチャレンジやれっていうね、思ってた方とかコメントくれた方もこれでとりあえず留飲を下げてくれるのかなって、一応やったよっていうはい、ちょっとね、ただこの25秒台の時と立ち回りちょっと違うんですけど、まあいずれにしてももう名爆のブラスカの究極召喚来ないでしょうということもあるんで、はい、まあそんな感じです。ちょっと、はい。まああとは、あれだね、来週今度、ドゥームズデイのハイスコアチャレンジあんのかな？あるけど、どうだろうなって思ってんだよね。ドゥームズデイの方が多分苦手なんだよね。ドゥームズデイちょっと苦手だね。はい。そんなわけでですね、ちょっとパーティー編成紹介したいなと思います。はい。ということで、こんな感じのパーティー編成でやりました。役割はですね、ちょっとね、輪っかのシンクロとかっていうこともね、考えてはいたんですけど、最初使ってたんだよ、シンクロ。ただね、やっぱシンクロの、その、時間がね、長いんだよね。その、クリ100になるまでの時間が。これ、3段階に行くまでに6回動かないといけないので、だいぶこれだと時間がね、かかりすぎてしまうと。いう問題があったときに、リュックの D 角に、そういえばクリ100ついてんなと思って、これね、デュアルシフトすると。まあもちろんその代わりですね、これを付与することによって3回でね、D 覚醒というモードがね、終了してしまうので、そこからもう覚醒だったり、覚醒究極審議とか、もうこういった方法に移行していくみたいなパターンにしました。なので、その初動を早くするために、雷神モードのレコマテ持たせてみたという感じですかね。で、ワッカさんは、その代わりですね、ワッカはワッカでやることが多くて、まず開幕、ティーダさんにゲージ託します。託してあげて、であとは、戦技使って、この覚醒、これでクリダメアップして、あとはこの、第2 D 角だね。第2 D 角で火力を上げていくと。みたいな流れ。で、あとこれもね、運ゲーですね。中核列の水耐性ダウン。これかなり運ゲーなんで、発動してくれるかどうかで、だいぶね、ティーダの火力が変わってくるので、いっぱい発動する、しないとちょっとね、逆に、フェーズ1、2がもたもたするみたいな、感じがあったんで、運ゲーです。で、ユーナは、この時は新奥義とか使わなかったのかな？多分。はい。多分ね、D 角使ってからの、覚醒1、2みたいな流れだったと思うんだよね。だと待機時間短縮のために超絶打ったりとか、そういった立ち回りだね。で、ユーナ自身は2ゲージ戦技があるんで、レコマテエースストライカーにしてました。これがあるとね、だいぶ、必殺技打ちやすいです。で、アビリティも、このもう一つの、この約束の遊泳のやつもあるんだけど、これ使わなかったね。異界送りだけで回復が間に合った。って感じでしょうか。メスストライカーもつけてるからゲージ回収すごかったんだよね。
あとジェクトだね。ジェクトは究極審議で待機時間短縮入れてから D 角打って、まあ、モード2でね物理ダメアップして、あとこれ覚醒でこのフルバフしつつ弱点ダメージアップしてみたいな流れでした。でまたゲージ余裕できるんで最後にクリシン打ってみたいな流れでしたかね。はい。で開幕レコマって持たせてます。でティーラはもう一番のメインアタッカーということなんで、まあシンクロ打ってみたいな、でチェイン打ってみたいな、もうありとあらゆる必殺使ったよね。新奥義、シンクロ、D 角、戦技、究極審議、クリシン、覚醒2とかね、そんな感じでやってましたね。はい。まあ、ちょっと問題点というか、僕がタイム遅かった理由もよくわかってるんだけど、やっぱね、名爆はねフェーズ1に早く抜けないとダメだねっていう感じだね。時空歪曲モードがどうしても時間止められてしまうので、その分ね必殺技の効果時間とかねもろもろ切れてしまうので、なるべく早くフェーズ1に超えて時空歪曲モードでもう 50% だけ削れば OK みたいな感覚で、あとはもう準備、フェーズ3のための準備みたいな、感じでした。今回やってみて思ったのは。で、あとティーラがやっぱ ATB 短縮っていうキャラなので、他のキャラよりもだいぶ行動早いんだよね。なのでしかも一番軽く出るのもティーラなので、ティーラの行動を止めないように動く、ティーラが他のキャラの ATB で止まっちゃってるのは結構無駄というかロスなんだよね。なのでその辺のうまいこと調整した人こそがトップ10に入れるんだろうなって頭では分かってんだけど、めちゃめちゃむずいねこれね。すごいわ、やっぱ別次元だなって思う。25秒と20秒台じゃあもうどうにもならない壁があるように感じましたね僕はね。すごいわやっぱり。もうこう2週間全てを名爆ブラスカの究極召喚に捧げた人こそ人たちなんだろうなっていうのがね伝わってきますね。ツイッター見ててもまあ本当にそういう戦いをしてたし、すごいわ。はい。ということでですね、ちょっと、まあ、タイム27秒のやつなんだけど、見てほしいなと思います。